快晴だよね。そうだね。だからね、あの峠道を降りてきてあそこのセコマでなんかねホットコーヒー飲んで冷えな天気によって天国と地獄だよね。本当だよ。でそのままずっとまっすぐね、あの北浜駅の方でその時もね夕方だったんだけど違ってもあのミニカツ丼とか買っちゃダメだよ。米が足んねえなーっつって。どうしようかな。あのスパイシーなミニカツカレーを。我慢我慢、うん。なんだかんだでね、3時間ぐらい走って、北見からシャリ、知床シャリの駅の近くです。いよいよね、知床半島の近くまで来たんですけど、とりあえず帰りがね大変なんで、この辺でまたちょいちょいなんか撮りながら U ターンして帰ろうかなと思ってます。ということで、名もなき公園なんか植物植えてるところみたいな感じになってますね。あ、そうだね、だそうです。まあいいや、ちょっとね、トップネレックになりました。いくぞ。Would you make a home in our hearts? さすがにないでしょう。Would you come and move? Would you pour out your spirit on us? Our eyes are set on your love. Your ways are higher than our own. No questions asked and we say yes.Give you our past and say yes, God, yes. We invite you here. Would you draw near? Would you make a home in our hearts? As we wait for you,
Forever is a long time, and I must spend my whole life.